ケビン・オースティン・ミルウッドはアメリカ合衆国ノースカロライナ州出身の元プロ野球選手。1993年にドラフト11巡目でアトランタ・ブレーブスに入団。メジャーデビューを果たしたのは入団5年目となる1997年7月14日だった。この年メジャー初勝利を含む5勝を記録。1998年にはブレーブスの先発ローテーションに入って、 17勝を上げる活躍。4月14日のパイレーツ戦では9回を1、アンダで、ノーヒッターを逃したものの、13奪三振でメジャー初、完封勝利。シーズン終了後には、日米野球で来日し、2試合に登板した。1999年は4月の防御率が5.79だったが、7月には、オールスターゲーム初選出を果たし、9月には、 防御率1.43をマークした。シーズントータルで防御率を前年より1点以上改善させ、2.68はランディ・ジョンソンに次いでリーグ2位、ホイップは1応を下回った。サイヤング賞の投票ではランディ・ジョンソン、マイク・ハンプトンに次ぐ3位に入った。2000年は5月1日までに3勝0敗、防御率2.77だったが、 それ以後シーズン終了までの成績は7勝13敗、防御率5.14でシーズン通算で10勝13敗とメジャーで初めて負け越した。2001年は5月7日に故障者リスト入りとなり、2ヶ月半近く離脱した。ポストシーズンでは、ディビジョンシリーズで1試合しか投げていない。2002年は自己最多タイの18勝を記録し、オフに、 ジョニー・エストラーダとのトレードでフィラデルフィア・フィリーズへ移籍した。ブレイブスではグレッグ・マダックス、トム・グラビン、ジョン・スモルズに次ぐ先発ローテーション4番手として75勝46敗で勝率は620だった。2003年は自身初の開幕投手を務めた。4月27日のジャイアンツ戦で球団史上9人目のノーヒッターを達成。 6月13日から6月24日にかけて初めて3戦3敗を記録したが4年ぶりにオールスターを前に10勝を上回ったこの年は4月のノーヒッターを含めリーグ最多の3回完封勝利を記録9月18日のマーリンズ戦で通算戦奪三振を達成した2004年は昨年に続き2年連続で開幕投手を務めたが 故障により規定投球回を下回り9勝6敗の成績に終わった。2005年はクリーブランドインディアンスでプレーフィリーズ時代、悪かった肘の状態が回復し、球速が伸びた。9勝11敗と負け越しながらも、防御率2.86で、ヨハン・サンタナと0.01差で最優秀防御率のタイトルを獲得した。負け越して、 防御率のタイトル獲得というのはアメリカンリーグではスタン・コベルスキー以来82年ぶりの出来事だった。6月16日のロッキーズ戦で通算100勝を達成。シーズン終了後の12月26日に5年総額6000万ドルでテキサス・レンジャーズへ移籍。2006年はチーム最多の16勝を記録したが防御率は4.52と悪化。2007年はチームで 唯一の2桁勝利を記録したが、防御率は5.16と、さらに悪化。2008年は9勝で、防御率は5.07。レンジャーズ遺跡後、4年連続で開幕投手を務めているが、エースの役割を果たせなかった。2009年は、投手コーチのマイク・マダックスの助言もあって、198.2回を投げて13勝10敗、防御率3.67。 ホイップ1.34とレンジャーズ遺跡後では最も良い成績を残し年俸1200万ドルの翌年の契約オプションを更新テキサスの記者協会からグッド外賞にも選出されたオフにはクリスレーラとの1対2のトレードでボルチモアウリオールズにトレード遺跡するも2010年は開幕から8連敗を喫し31先発で4勝16敗 防御率5.10、ホイップ1.51に終わる。2011年3月24日には、ニューヨークヤンキースとマイナー契約を結ぶも、5月1日に契約を破棄。19日に、ボストンレッドソックスとマイナー契約を結んだが、8月7日に解雇され、8日にコロラドロッキーズとマイナー契約を結び、10日にメジャーに昇格した。 ロッキーズでは9試合の先発で4勝3敗、防御率3.98だった。2012年1月22日にシアトルマリナーズとマイナー契約を結んだ。同年5月18日、脱車有利で知られるクアーズフィールドでのロッキーズ戦にて2003年8月1日以来の完封勝利を達成。6月8日、ロサンゼルスドジャースとの交流戦において先発し6回を、 無安打に抑え降板。その後、チャーリー・ファーブッシュ、スティーブン・プライアー、ルーカス・リットキー、ブランドン・リーグ、トム・ウィルヘルム戦と繋ぎ、3死球は出したものの6投手の系統による、ノーヒッターを達成する。2013年2月、現役引退を表明。ありがとうございます。